ハロー YouTube、 キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんおはようございます。2022年4月22日、今日は金曜日の早朝ですね。さあ、トラさんいるかな？あ、いらっしゃいました。キジトラさんです。おばちゃんいないのかい？おばちゃんいないの？え？ベルが鳴り、収穫作業ですね。始業時間開始でキジトラさんお仕事になります。ユニバーサルベーシックインカムのね、支給ですね。羨ましいですね。キジトラさん、朝日が眩しく天気がいいですね。朝はいい感じになってきましたよ。あ、カボメ、鳥の海ですね。何ですかね。今朝の観衆は4万人も入っていますね。平日の早朝でよく入りました。白い猫さんが似合います。ジロリー。キジトラさんに光のバリアですね。なんか楕円のね、丸っこいバリアがあります。何かいいことがあるのかな。払い戻しはもう不可能です。またキジッターでキジッとしたんでしょうかね。さすが集客力があります。キジトラさん商売上手ですね。ゲストさんが手を振っています。那須さん、ピタバニさん、七夕さんのカリンちゃんでしょうかね。今日も来てくれました。監修も生活がかかっていますからね。ここはキジトラさんにぜひとも、すべてキジトラさんに次第ですね。生活がかかっています。朝もよく食べますね、キジトラさんね。本当によく食べます。昨日在庫を新しく仕入れてきました。飼い主のおばちゃんいないようですね。だからこの食欲なんでしょう。今朝は煮干し入りです。ちょっと奮発しました。あ、チワ君からのモールス信号だ。キジシロさん警報ですね。キジシロさんを担います。ジロリーギョロリー。今朝は野良猫がたくさん来ています。狙いどころはあそこでしょうと思ってんでしょう。お立ち台を守りますキジトラさん。あ、鳥海氏のフリーエネルギーだ。雷が落ちています。鳥海氏のフリーエネルギー強烈です。雷が落ちました。鳥海氏のフリーエネルギーだ。また雷が落ちる。鳥海氏のフリーエネルギーですね。観衆はもう痺れた、黒焦げになっております。雷が落ちた。鳥海氏のフリーエネルギーだ。キジトラさんなんかびくともしませんですね。雷が落ちた。電磁バリアは効きませんね。あの楕円の電磁バリア強烈ですね。キジトラ電磁バリアでしょうかね。かなり強烈のようです。鳥海氏諦めました。電磁バリアの出現です。電磁バリアの威力はすごいですね。誰が開発したんだろうこれは。ただし監修、ゲストさん、関係者はもろに浴びています。皆さん痺れて黒焦げですね。キジトラさん以外はみんな痺れて黒焦げになっております。大変です。キジトラさんまだ電磁バリアくっついています。楕円の電磁バリアすごい威力ですね。トラさん余裕で食べています。あ、チワ君からのモルス信号だ。ノラクロさん警報が出ておりますね。ノラクロさん警報、一生懸命モールスをしています。食べにらみからギョロリー。すごい技ですね。食べにらみですね。今朝は電磁バリアに守られています。キジトラさん、電磁バリア、扇子の形をしていますね。今は扇子の形になっています。がっつり食べていますね。キジトラさん、すごいですね。観衆も手を叩いております。電磁バリアに守られています。
鳥海氏がね諦めてしまいましたからね。あ、お立ち台を降りました、キジトラさん。第2ステージですね。あれ、バリアがないぞ。電磁バリアが部分しか当たってませんね。プーマスタイルです。とりあえずプーマスタイルですね。これはどうかな。観衆も手を叩いております。当局の写真判定になります。今写真を撮っております。判定待ちですね。当局の判定待ちになっております。プーマスタイル合格です。ちょっと尻尾は動いておりましたがね、写真判定の中で立っていたんでしょう。プーマ食いです、キジトラさん。プーマスタイルとプーマ食いですね。バリアが消えてしまいました。大丈夫かな。キジトラさん気がついていませんね。バリアがちっちゃくなってしまいました。こちらはキジトラバナですね。綺麗ですね。キジトラバナです。キジトラ植物園とも言いましょうかね。昔キジトラ高原でした。開発してしまいましたね。謎のキジトラバナです。今週も手を叩いております。第3ステージに入りました。ん、プーマスタイルか。これはプーマスタイルですね。さあ、プーマスタイル今日はよく出ますね。観衆も手を叩いております。当局の写真判定です。今写真判定中ですね。ストロボが焚かれております。プーマスタイル合格ですね。やりました、キジトラさん。観衆も手を叩いております。プーマ食いも合格ですね、キジトラさん。今日はね、朝の光で輝いてますね。明日のキジトラスポーツ楽しみですね。また騒ぎ立てるでしょう。日刊キジトラ、デイリーキジトラ。明日はピタバニさんとナスさんとカリンちゃんの家にポストに入ってるようですかね。高知キジトラ新聞も騒ぐでしょうね。高知新聞あまり来ないんですよね、放置されて。あ、トリウムシとフリーエネルギーだ。トリウムシ隙をついてきたぞ。もうバリアはないぞ、キジトラさん。あ、雷が落ちた。トリウムシのフリーエネルギーだ。もう観衆も痺れて大変ですね。先ほどこれ浴びていますので黒子です。雷が落ちた。トリウムシのフリーエネルギーだ。キジトラさんもちょっともう痺れていますね。バリアが切れたことを知っていたのか、鳥海氏。なかなか頭がいいですね。雷が落ちた。鳥海氏のフリーエネルギーだ。雷が落ちています。すごい音ですね。雷が落ちた。鳥海氏のフリーエネルギーだ。キジトラさんも黒焦げになっています。立ち台降りてしまいましたね。ちょっと今日は暑いですね。天気はいいんですけどね、最高な天気です。いい天気ですが本当暑いですね。配達は暇なのかな、キジトラさん。今日のお話はここまでです。日陰で寝そべっておりますね。今日は朝から暑くて日陰ぼっこしております、キジトラさん。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。